行くわな。こんにちは。こんにちは、はい、夏の作業ですね、はい。夏は長寿梅ドドンドドンということで、はい、過去に多分紹介しただろうなという木を持ってきてます。ちょっとねやっぱ全体的にこう黄色っぽいまだトヤっていうかね、トヤ、うん、こういうものがあるかなって。こういうのも簡単に葉っぱでつまめば取れちゃいますけど、剥がりをするまあ夏場はチャンスでもあるんで、補聴枝を切ってこう剥がりをしてと。これは多分、4月ぐらいの時には一旦綺麗になってたはずなんですよね。でこれだけ伸びちゃったっていうことで、結構あれだな、下から出てますね。ヤゴ、ヤゴっぽいですね、みんなね。あーみんなそうですね、これもそうですよね、これね。だからヤゴはね、逆に芽数を増やすというよりは取らないと上が元気なくなっちゃうんで、うん、そういう意味で取りますね。これなんかもそうですね、みんな下からなんですね。下からです、はい。だからやるのも目的2つあって、こういうのは上の枝を傷めないためにということですね。これもヤゴだな。剥がりは全部剥がりするんですか？剥がりはね、全部やっちゃいますね。大変、結構ありますよね。うん、うん、そう。あ、だからこういうのは、小枝を伸ばすために、この先端が出てますから、これは、ヤゴじゃないか。うん、ヤゴじゃなくて、小枝っていうかね、下の方から小枝を出すために、強いのを伸ばして切ると。うん、だから2つあるってことですね。ではまあ肥料も長寿梅ももういらないと思うんで、こういう元からですね。で枝にしたい場合はまあ残しておいてもいいですけど、ただ上の方のおっと枯れるリスクがあるよっていうことですね。みんなとりあえず紹介しますかね。これはなんか動画でやりましたよね、はい、この鉢に植えてみようみたいなやつ。うん、あ、なんか畳んだんですかね、ギュッとね。これは雑草、これはでも夏は長寿梅じゃなかったかな。あ、これがそうだったかもしれないですね。まあ、草むしりですね。草むしりをして土壌枝を切ってと。でも剥がり、そうですね、これも剥がりですね。これやりやすいですね。これやりますか。そうですね。とりあえず見本で、とりあえず紹介から。紹介からで、これは八幡屋さんで、すごいですね。これがどんどん癒着していったらすごい気になりますよ、これね。編み込んで作ったやつですね。編み込んで作ったってやつですね。こっち正面なのかな。はい、ということで、これはなんかタラバの方で、これがお父さんでみたいな話をした感じしますね、はい。はい、これもだいぶ葉っぱがもう落ちてきてるんで、そのままこれも綺麗にしちゃった方がいいですね。はい、これが一番古いのかな。これ古いですね。木的にもね、木として古い。肌がこう荒れてきてますよね。でこれは所沢園芸行った時のお土産で買ったやつですね、はい、確かそうですね。こっちかな、こっちもいいですかね、はい。まあ、これはもう切っちゃえばこれで終わりですね。はい、切ってですね、はい、この辺かな、はい。でこれはあれですね、盆栽世界さんとの結構前じゃないですか。安行盆栽村、いつも間違えちゃう。川口盆栽村。川口盆栽村。川口盆栽村ですね。これはね、ちょっと水が多いんで、こういう、何でしたっけ？ゼニゴケ。ゼニゴケですね。ゼニゴケ。ゼニゴケってなんかポケモンのあれにいましたよね。うん、ゼニガメ。ゼニガメか。ゼニゴケ。弱そうですもんね。鳥、うん、が遅いんで、長寿梅の場合は。まだ食い込んでない。うん、食い込んでないですね。まあ、長寿梅は長い時間かけておいた方が、じゃないと癖がつかないんで、うん、ちょっと気に食わないんで、またちょっと形変えちゃうぐらい、うん、このクラスのやつをお祭りじゃないや、フェスで出さないとね、減らないんですよね。そうです ね、厳選した方がいいですよ。厳選してね、ちょっと考えましょう、はい、はい。じゃあこれですね、剥がりですね。もう単純に切るだけ、はい、はい、参考になるかな。でもまあでもリマインドみたいなとこですよね。あ、そうですね。あ、うちのもそろそろやんなきゃみたいな。あ、そう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 、うん、あとね、こんなことできたんだって改めてね。私はね、まとめて結構何枚か切っちゃいます、便に。剥がりはね、やっぱハサミを少し変えた方がよくて、普通の剪定バサミってここのやっぱりクリアランスっていうんですかね、隙間がやっぱり太い枝切れるようにちょっと空いてるんですね。で、こういうのはすごく使いやすくて、まさくにさんのこれすごくいいですね。ちょっと宣伝しとかないと。やりづらいんだな、これな。ハサミじゃ大変ですよね、これ。これ違うんですかな。こっちもう変えるの。変えないか。やりますか、これ。別に大丈夫ですか。え、いや、最初からやりづらそうだなと思ってたんだけど。葉がちっちゃいんですよね、これね。葉がちっちゃい、もともと。これと比べても。ねえ。葉っぱの大きさが全然、そうですね、これだから2号製かもしれないです。あ、でもこういう値段もんな。あ、だからこれを剥がりして小さくなるかどうかって
検証どうかっていう検証をしましょうか。うとりあえずまあこんな風にやるんだよって、はい、ということでこっちにしましょう。こっちにしましょう。まあ小さくなるでしょうね多分。なると思いますけどね。二号種はねもっとこう枝が太くて、うん、ちょっとこれ値上がりなんで分かりづらいんですけど、もっとツーッと伸びるんですね枝がね。で太りやすいと。樹脂が値上がりなんでちょっと二号性かどうかは分かりづらいと。反応がないってことは何言ってるか分かんないってことですね。やっぱドアの音どうしようか。あ、そうか。つながるかなって思いながら。いいじゃないですか。上がりをしてる間に、はい、増えました。僕もちょっとやろうかな。はい、そうですね。特に、うん、あの高木さんがいればね。本当ですよね。盆栽Qさんも盆栽Qセカンドをセカンドはね運営してますが、先週来てないですよね。あいつ、あいつ最初勢い良かったですけどね。勢い良かったですね。めっちゃ暑い。1週間ぐらいね。暑いですからね。暑いからね。これもいいですよね。このお気に入りこの2つ。そう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 。私もそれに釣られて。あ、買っちゃいましたか。2つ買っちゃいました。で三島さんもそれに釣られて買っちゃった。そうそう。この辺もちょっと昼間さんの教えを漕いながら。いやいや、葉っぱ切るだけですこれ。何にもないです。葉っぱ切るだけ。もう葉っぱ切るだけの動画ですか今回。葉っぱ切るだけの動画ですね。なるほど。皆さんにリマインドというね。そうですね。意味を込めて。そうそうそう。夏は頂上祝い。そう。あ、そうだ。うちのもやんなきゃ。植え替えはまあ秋って言いますね。もうちょっとあと。もうちょっと夏、うん、ピーク。5ぐらい。そうですね。だから葉っぱが出た頃でいいんじゃないですかね。9月とか、まあ、10月でもいいと思いますけどね。どうなんですかね。トヤとね、トヤっていうのは自ら葉を落としてるんで、トヤだから葉っぱを落としてもいいよっていう考え方と、もともと葉を落とそうとしてるところで落としたところで芽が出ないよってなっちゃうのか。あ、そんな。ちょっと謎ですね、そこはね。あれ元気。まあ、イメージありますからね、うん、そうそうそう、まあ、だからやっぱり元気な時にね、切るっていうんで、うん、いいと思いますね。とりあえず、はがりが終わりました、はい、こうやって見るとやっぱり気になるのが、あの枝がちょっと間延びしちゃってるんで、長寿梅なんかもこういうところに目当たりっていうんですかね、はい、こういうのとかこういうのとかありますんで、少しこう詰めていってみんな、こういうやつも。これはちょっとうるさいんで、うん、ちょっとこっちの方に流す。本当は針金かけたいんですけど、うん、まあこれでいいか、こんな感じでね。はい。この辺もちょっと詰めて、うん。枝が服につきましたよ。つきましたね。これをやっておくと、うん、まあ吹きやすいところですね。元気なね、徒長枝を切ったし、まあ今回はこれなかったですけどね、まあ葉っぱを落として、で、先端の枝を切ってということで、うん、懐から今度細かい枝がね出てくれたらいいなということで、はい、まあ先ほどの映像と今度は秋にまず写真を撮ってですね、小さくなったかどうか見てみましょう、うん、ね、見てみましょう。その剥がりの効果がねどうなったかっていうですね。秋は長寿梅。秋は長寿梅。いつでもいつだって長寿梅。いつだって長寿梅ですね、使えるんですよね、うん、じゃあちょっと他の作業もやりますか、うん、このなこれらもこれもですねやります。はい、じゃあ一旦全部やりましょう。僕もこれやります。はい、はい、ちょっと避難しましょう。はい、せーの、3時半、炎天下ですね。炎天下です。暑いですね。衝撃合いますよこれ。今日一日頑張りました。長寿梅のね、はい、はがりですよね、この辺やったやつで、Qさんのやったやつがあります。ここに。あ、そうですね、この2つですね、うん、この2つ、はい、一応この4つ、今日やったんですね。僕も作業しました、はい、クーラーのあるところで、クーラーのあるところで、はい、でこれが、当時の前に売ってたやつですね、はい、値上がりの長寿が面白いなっていうこと で、うん、でこれでいいなって言って買ったやつが私のこれなんですけど、はい、さっきちょっと針金かけました。剥がりで終わってからと、まあうん、この辺がこう同じになってたんで、この辺を段差つけるとか、うん、でまあ、少し幅広く見せるとか、そして一応やりました。はい、暑すぎ。とっとと作業しますか。はい、で残り1個残ってるんで、はい、これちょっと頑張んなきゃいけないです。そう、はい、でこれは、長い枝を剪定して、剥がりをするという、はい、ところまでやるんで、急いでやりますんで。はいはい、なんで、えそれ1個動画撮ったじゃないですか。あ、撮りましたっけ最初に。あ、撮れたか。なんでそれ1個残してるのか、そこが謎だったんですけど。もうすでに忘れてた。そか。まあ、はい、頑張ってやりましょう。はい、お願いします。はい、やります。あ、そうか。何分とかでやればよかったね。タイムアタック。タイムアタック。
本来はこれこういうふうにまとめてね切ったらですね、暑い熱中症にならないようにね、ジュースたくさん飲んだら今度お腹痛くなっちゃうんですよね。ちょっとうるさいんでやめてもらっていいですか。かんちゃんはこれから水やりです。水やりです。今日誰にも込まれてないけど、私とちょっとズボンが被ってますね。ああ 黄色の短パンで、おそろいです。ちょっと引っ掛けていいですかね。はい、ちょっとでここはまっすぐになっちゃって、上が変化面白いんですけど、ここちょっと変化つけたいんで、うん、ちょっと張り上げてみ、あ、はい、振りか、買っちゃうか。なんで急に、え、日向で日向でこんな時間かかることを日向来てから暑い、これでいいか、もうざっくりだから。これおまけ最後ちょっと取ろうって言ったやつですよね。曲がりましたか。曲がりましたね。曲がりましたけど、ん？逆光。暑そうに見える。暑いです。はい、こっち向いて。じゃあもう一回いいですか。はい、こちらお願いします。暑そう。どうなりました。ね、結構長い。ちょっと長い。結構やってますね。ちょっとやってますね。つけたいんですね。ちょっと。うん、こんだけの本数作業して。はい。一本もかけなかった針金を。一本もかけなかった。今こうして。まさか日向に来てから作業するとは。我々今汗すごいことになってます。すごいことになってます。これでいいか。はい。はい。こんな風に、本当はね、もっとくっつけたいんですけど、こんな風に引っ張ってみました。でも、うん、ね、足細が少し解消されたかなって感じですね。始まりました。で、一回癖がついたら、今度こういう根を、もう一回開くんですね、この何本かをね。そうしてやるといいかなと思いますので、とりあえずは続けということで、こんな感じでやってみました。はい、はい、まあ、太く見せるためってことですね。そうですね、うん、はい、はい、ということで、長寿梅、夏は長寿梅と、はい、炎天下でも長寿梅ということでやってみましたということで、はい、皆水分補給大事、水分補給大事にしてください。してはい、飲みすぎてお腹壊さないように、はい、はい、ということで、頑張ってください、皆さんも。終わった。終わり。はい、ありがとうございました。以上。やばい。危険な暑さです。危険ですよ。うん。そんな中ね、1時間ぐらいかけて、水やりしているカンタ君。大変ですよね。日に3回。3回？日に3回。頑張ってますね。私は感謝しなくちゃいけないですね。そうですね。うん。簡単に感謝。簡単に感謝。わきげは脱毛しなかったの？わきげはしてたんですけど。してたんだ。うん、してた。今時ですよね。ねえ、今時ですね。いいなぁ、そういう美容にね。わきげはしてたのっていうことは、ま、違うとこやってるみたいに聞こえちゃう。やってるじゃん。やってるじゃん。センシティブな。私も見せられる体になりますんで。え、ごめんなさい、全然カメラ動いてなかった。あ、そう。ちょっとあのボディービルの藤沢さんのファンになってしまいました。ファン、珍しいですよ、だから。もぐもぐの時の方がみんな好きなんですよ、多分。もぐもぐの時もまあまあだけど、今回の衝撃的でしたね。マッチョになって惚れたっていう。うん、そう珍しいパターンですよ、マッチョになって。そう、え、藤沢さんってカーリングの人がマッチョになった2ヶ月 でマッチョになったことにで惚れちゃったらしい。惚れちゃった。その自分への厳しさとかそういうのも含めてね。友達にボディービルチャンピオンがいて、今度会うんでちょっと秘訣を聞いてみますんで。うん、昼間モリモリ計画、モリモリ計画、まあ、いろいろ新しい、人生をスタートしようと思ってチャレンジしてます。さっきの続きだけど、ちょっと歌をね、今。あ、それ本気なの？今、あのね、実は、あの、歌うまいですか、ヒロマさん。歌、まあ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 、普通ですよ、普通。でも昔ギターでね、
やってました。でも盆栽の動画で100万再生一回も行ったことないのに歌で100万再生狙ってる。歌で100万再生を狙ってて。チャンネルは盆栽級でやるんですか。いやいやいや、もう昼間チャンネルを開発して盆栽と歌 でバラードで何でもやってみた方がいいですからね。何でもやってみて、今あれ練習してるんですよ、あの玉置浩二のメロディー。カバー結構真剣です。カバーじゃない、カラオケ行くらしいよ。カラオケで、あのマイクの、あれ黒いやつつけて、なんかあれじゃん、これマイクで雑音入んないように、なんだかよくわかんない。風防、風防ですよね。え、そうそうそう、あれつけて、ちょっと真剣。なんか歌歌えたらしい。歌歌えて、で100万再生を狙うっていう動画を作りたいんで。